1990年から1991年にかけて、ある兄弟が事件を起こしました。複雑な事情を持っていたがために、兄の言いなりになってしまった弟が、悲惨な運命をたどることになります。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる松本健二は、1951年2月3日、熊本県で出生します。健二には、兄と姉がいたそうです。そして生まれつき、軽度の知的障害や手足に感覚障害を持っていました。そのため、彼の IQ は60から70程度だったそうです。そのようなハンディキャップを持って生まれた健二なのですが、問題はそれだけではありませんでした。というのも、幼い頃から4つ年上の兄に手を挙げられていたそうなのです。やがて、健二と兄の関係は、兄弟というよりも主従関係のようなものになっていきました。ケンジにとって兄の言うことは絶対であり、何でも言いなりになっていたのです。また彼はハンディキャップの影響もあって、小さい頃から人にバカにされることがよくあったと言います。そのため、人からバカにされないために言われたことを理解できなくても、はいはいと答えるようになっていったのです。そのような中、ケンジは中学を卒業すると、親元を離れて就職する道を選びました。彼は土木作業員や調理師として働いていたそうです。そうして立派な社会人となり、一人で暮らしていました。さらに、少額ではあるものの、故郷に住む母親に対して仕送りもしていたといいます。しかし、ケンジと兄の関係性は大人になってからも全く変わっていなかったのです。その後、ケンジが39歳の時に熊本へと戻ることになりました。社会人として生きていたケンジがどのような事情で故郷に帰ることになったのかは不明なのですが、この時に兄と再会してしまいます。これがケンジの運命を大きく変えることになってしまうのです。なぜならこの時兄は金に困っていたようで、恐ろしいことを考えていたからです。なんと、いとこの男性を手にかけて財産を奪おうと計画していたというのです。そして兄はこの計画を成功させるためにケンジを利用することにしました。兄はケンジに計画の内容を話しますが、完全に理解することはできません。しかしケンジにとって兄は絶対的な存在だったため、言われた通りに行動するしかなかったのです。事件当日となる1990年9月6日、この日、当時39歳のケンジと当時43歳の兄は、京都府城陽市に住むいとこの男性の自宅に向かいました。いとこの男性からすれば、松本兄弟は熊本からやってきた親戚のため、特に疑うことなく家の中に招き入れてしまいます。そして午前5時頃に、ケンジと兄はいとこの男性に対し、マッサージをしてやると偽って彼のことをうつ伏せの状態にしました。こうして無防備になったところで、2人は男性の手足をビニール紐で縛り始めたのです。これによりいとこの男性は身動きが取れなくなってしまいます。その上で松本兄弟は男性の首にビニール紐を巻きつけました。そしてとんでもない行動に出たのです。恐ろしいことに、ケンジと兄は2人で協力してビニール紐の両端を力いっぱい引っ張ったというのです。すでに身動きが取れなくなっていた男性はなすすべなくやられてしまいます。こうして何の罪もないいとこの男性は帰らぬ人になってしまいました。その後、ケンジと兄はいとこの男性の自宅から現金約4万円、土地家屋の登記済証や登録印などを持ち去っています。そのようにしていとこの男性宅の物色を終えたところで、今度は遺体の処理に乗り出したのです。そして冷たくなった男性を運び出し、福井県敦賀市の砂浜へと向かいました。これは男性宅がある京都府から遠く離れた場所で処理した方がいいと考えたからでした。砂浜に到着した松本兄弟は周囲に人の目がないことを確認しつつも、穴を掘りいとこの男性を埋めてしまったのです。その後、ケンジたちは手にかけた男性になりすまして土地や住宅を売却しています。その売却価格は2700万円だったそうです。こうして第一の犯行は遂げられてしまいました。当初の目的通り大金を手に入れた兄ですが、そのほとんどを
自分で使い果たしています。彼は愛人との旅行や高級車の購入のために湯水のように散財していったのです。そのように派手な使い方をした結果、2700万円もあった現金はわずか1年ほどでなくなってしまいました。そうして金を使い果たした検事と兄は犯行翌年である1991年8月下旬頃から実の姉の家に身を寄せています。この時姉は滋賀県に住んでいたそうです。こうして滋賀県での生活が始まったわけですが、検事の兄は改心して真っ当に働こうという考えは全く持ち合わせていませんでした。そればかりか昨年起こした事件のように再び他人から大金を奪おうと考えていたのです。そんな時兄は近所に住む資産家の女性に目をつけました。兄が目をつけたのはこの女性が養子を欲しがっているということを知ったからです。この事実をうまいこと利用しようと思った兄は次の計画を立てます。まず資産家の女性に対し養子の希望者を紹介すると偽って車で誘い出し、適当なところで手にかけて財産を奪うというものでした。こうして検事はまたも兄の計画に巻き込まれることになるのです。第二の事件当日である1991年9月25日この日、松本兄弟は資産家の女性の自宅に出向き、次のように声をかけました。岐阜にいる養子の希望者を紹介します。この言葉を聞いた女性はまさか自分がこれから命を奪われるなどと想像もつかなかったため、松本兄弟の車に乗り込んでしまいました。こうして難なく女性を連れ出した検事と兄は滋賀県から移動していきます。その後愛知県内の木曽川沿いの道路に差し掛かったところでトイレ休憩だと伝え、女性を車から降ろしました。しかしトイレ休憩をするというのは真っ赤な嘘だったのです。時刻は午後10時頃であり、周囲に人気はありません。そして女性の首に電気コードを巻きつけ、検事と兄は2人で両端を引っ張りました。女性は当時66歳であり、大人の男2人の力に勝てるはずがなく、そのまま絶命してしまったのです。こうして第二の犯行が遂げられてしまいます。また第一の犯行と同様に福井県美浜町の砂浜に冷たくなった女性を埋めてしまいました。この女性からは現金17万5千円や家の権利書、預金通帳や印鑑、有価証券などを奪っています。それから4日が経ち、女性と連絡がつかなくなったことを不審に感じた知人が捜索願いを出しました。警察は事件性を疑い捜査に乗り出します。そこで検事が女性名義の家を売却しようとしているという事実を突き止めました。これにより警察は検事と兄が女性の失踪に関与しているものだと睨み、重要参考人として松本兄弟に出頭を求めています。検事は出頭を求められた翌日である10月1日、一人で警察にやってきました。しかし、検事の兄はいくら待っても出頭してくることはなかったのです。そのため、滋賀県警虎姫署は検事の兄を指名手配しています。ただ、検事が警察に出頭してから2日後の10月3日、兄は最悪の形で発見されてしまうのです。なんと岐阜県美濃市内で首にロープを巻きぶら下がっている姿で見つかったというのです。発見された時にはすでに息はなく、自ら命を絶ったものだとされています。その後の捜査で検事の兄はサラ金から60万円を借りていたことが判明しました。その一方で取り調べを受けていた検事は犯行を自供したため逮捕されたのです。さらにこの時にはまだ発覚していなかったいとこの男性の件に関しても自供したため再逮捕となりました。また松本兄弟は他にも知人2人を手にかけようと計画していたそうです。実際京都府城陽市内のゴルフ場などに遺体を隠すための穴を掘っていました。そして1991年12月17日大津地裁での初公判が行われています。ここで検事は起訴事実を全面的に認めました。しかし、第3回公判で検事は殺害行為に手は貸したが、実際に手を下したのは兄だと起訴事実を一部否認したのです。
ただ論告求刑後半で検察側は一旦は認めた殺人を兄になすりつけるなど反省の色が見られないとして検事に極刑を求刑しています。弁護側は最終弁論で、検事は現場にいたが主犯は兄であり、強盗殺人は兄の単独犯行であると主張しました。その後の判決公判で裁判長は、主犯は兄だという弁護側の主張に対して次のように述べています。いとこの男性に関しては兄が計画を立てたが、被告人も直接犯行に加担している。また資産家女性の件では被告人の方が兄よりも犯行に積極的だった事実が認められる。そして裁判長は、金目当てに2人の生命を奪った極めて冷酷非情な犯行、人命尊重の意識の欠如は強制が困難で反省も見られないとして極刑を言い渡したのです。弁護側は控訴上告するも、大阪高裁は全て棄却したため、松本健二の極刑が確定しました。そして弁護側は再審請求を何度も行っていますが、全て棄却されています。極刑が確定した健二は独房の中で絵を描き始めました。しかし6年ほどすると拘禁症を患ってしまいます。そのため重い精神疾患の症状が現れだし、幻覚も見るようになりました。彼は窓から天皇が入ってきたと言ったり、足にレーザー光線が当たるなどと意味不明な言葉を発しているそうです。こうして他人とまともに意思疎通はできなくなってしまいました。一つの兄弟が起こした本事件、現在健二は大阪拘置所に収監されているといいます。被害者のご冥福をお祈りします。